はい、毎度どうも、日内丸でございます。こんにちは。今回は FR556 ゴーストオブシーンを使っていきたいと思います。銃の感じはこんな感じです。ほう、なんか骸骨の絵が描いてあってポコポコ泡が出ててね、なんか深海の中に沈む骸骨みたいな感じかい。いや、青色の銃は結構かっこいいな。カスタムはこちら、命中率、機動性、操作性を下げて射程距離だけを伸ばしてるっていうような感じなんですけども、元々のノーマルからそんなにめちゃくちゃ下がってるわけでもないし、射程距離だけが上がってるっていうだけでね。あと拡張マガジンも入ってるから弾数も多くなってるし、どうなんだろう、拡張ライトバレルでまあ射程距離が伸びてるってとこかな。あと FMJ が入ってるんで壁抜きもまあしやすいだろうしね。まあそこまでなんか下がってるから悪いかって言ったらそうでもなさそうな感じだと思うんですけども、まあ FR556 ゴーストオブシーのカスタムがこれなんで、これ運営カスタムのまま遊んでいきたいと思います。ではまあ行ってみましょう。レッツラゴー。はい、場所はキルハウス行ってみようぜということで、今回はこっちの左側から右のあの向こう側をね撃っていきましょう。多分来るでしょう。あ、来てますね。はい、倒して倒してダブルキルで持ってリロード。あ、リロード結構早いね。はい、倒してヘッドショット。さあまだ来るから、あ、そっちは味方さんがいらっしゃる。オッケー、ナイスで倒していってロングショット。はい、リロード。ハンターキラードローン発射。どうかな、ラジコン出して、あれ味方さんやられた。ちょっと待って、どこどこに行く。あ、しまった、スナイパーがいたのか。ネプチューンだ。あたたたたたた、やられちゃったね。じゃあ右の方から今度は行ってみましょう。まあね、サイトがね結構水色の円に水色のフロントサイトだから結構見やすいんじゃないかな、暗いところとかね。ほら、こんな感じで。はい、倒して、はい、多分階段のとこにいたの今のネプチューンの人じゃないかな。あれ、誰か煙巻いたの。あ、ちょっと待って、相手を押して持ってリロード。さあこっちから、あ、やべ、ネプチューンがそこいるね。壁抜きでいけなかった。あら、もう一個こっちからあれだよ、タンドラの人が出てきて撃たれちゃって、ここ来るんじゃない。あ、来てるね。はい、倒してリベンジをかましといてリロード。ん、なんだ、左来てる、違うよね、味方の足音だよね。あ、味方さんもスナイパーなの。どうしよう、同じとこにいても仕方ないしな。ん、後ろ下がった、今下がったよね。また階段とかいるね。おお、びっくりした、目の前に出てきて、やばいやばいやばい、ちょっと待て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 、おお、あっと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 、フラッシュマンだ、危ない。よし、グレネードをちょっとそこに置いといて、来てないね。あ、ごめんごめんごめん、アーマーつけてるから敵かと思ったら味方さんだったよ。アーマーつけて突っ込んできたのかと思った。ん、敵が全然見えないな。いるのかい、こっちに。あ、オッケー、いた、倒して。ん、そこ通っていかなかった今。うわ、ハンターキラーにモロにやられたよ。よし、ワンちゃんゴー。あれ、ワンちゃんそっちから行く、行けた。お、ワンちゃんナイス。あー、ワンちゃんが頑張ってくれてます。ラジコンゴー。でもってラジコンついていって、はい、撃って倒して、あ、ワンちゃんが言ってくれたから。あ、ね、うん、ちょっと待って、どっから撃たれてもわかんねえ。ハンターキラーとも発射。はい、倒して、でもってセントリーガンをここにピッと置いて、一旦引きましょう、一旦引きましょう、立て直して、はい、リロード。危なくなった時はね、障害物に隠れて立て直さないとね。あのワンちゃんどっち、あ、敵か、あのワンちゃん。え、ガンシップ、どっちのガンシップよ。あ、今セントリーガン出るのか大丈夫と思うけど、あ、しまった、2人スナイパーこっち並んでたよ。あ、いたたたた、お、あ、オッケー。え、ガンシップどっち、これ味方だよね。いや、見えないわ。で、ガンシップはなかなか当てるの難しいんじゃない。おお、やられちゃった。何やられた、あ、ナイフでやられちゃったの。よし、じゃあ俺もナイフでちょっと行きたいんだけど、でもダメだよね、銃の紹介だから。やっぱあんまりナイフ使うのもどうかっていう話だしね。弾数あるしね、お亡くなりになったんで。あれ、音しなくなっちゃったよ。ちょっと待て待て、なんでなんか音が聞こえなくなったけど。 OK、
こっちから、おお来てるね。はい、倒して、ちょっと弾数使いすぎ。ナイフでダッシュして、あごまで移動手段。で、持ってリロード。さあ、こっから、どこ、え、ゴライアス、どっち、敵だよね。エネミーって言ったから、あ、終わったかな。はい、勝利、50対 44GG。MVP いただきました。ありがとうございます。いや、よかった。MVP 取れたね、これで。いや、FR556 結構苦手なんだけどね。うん。まあ、今回はサイトが見やすかったのもあったからかな。はい、レートは80でした。味方さんにね、いいねを入れて、どうもありがとうございました。あ、間違えてリクエスト送信しちゃったよ。ごめんなさいね。おお、なんだ？すごい火の羽がブワーってなってるよ。はい、相手の方にもいいねを入れて、戦績の方を見ていきましょう。18キル4です。3アシストでした。あ、向こうの2位の人19キルしてるけど、13回もお亡くなりになってるね。はい、どうだったでしょうか。FR556 ゴーストオブシー使っていきましたけれども、いや、やっぱりこれはね、サイトの色が結構見やすかったんで、それが一番良かったんじゃないかな。あと、ノーマルに近いね、やっぱ数値なんでね、そこまでなんか気にするほどでもなかったし、うん、FR556 のカスタムの中では結構使いやすい方だったんじゃないかなと思うんですけどね。まあもちろんね、やっぱまあ人によってこう戦い方があるからね、ここをこう変えた方がいいんじゃないかなっていうのもね、あると思うんですけども、それはね、もう皆さんでね、いろいろ改造してね、使ってもらえればいいと思います。まあこの銃に関してなんですけども、これはライジングタイズドロー、ネプチューンのドローだったかな？の小あたりの銃なんですけども、まあもしよかったらね、うん、ライジングタイズドローをね、回してね、ゲットしてもらえればいいんですけども、まあやっぱりちょっとね、ドロー回すのはなーっていう方もね、いらっしゃると思うんでね、そういう方がいらっしゃったらね、この FR556 ゴーストオブシーのカスタムを、そのまま自分のノーマルの FR556 に持っていってもらえれば、性能としてはね、全くね、一緒の銃になるんで、色合いとかね、そういうのは違うけども、それを使って楽しんでみてください。ではまた、次回4待て。